や今ここは246です。渋谷方面向かってますね。でもそういえば元ブログを始めたはいいんですが、この WR250R に乗って当初はやるつもりで、元ブログの設備機器をね揃えたはずだったんですけどね、いつの間にかちょっと試乗車なんか試乗動画みたいな感じになっちゃって、本来の元ブログの感じからはちょっとね外れてるイメージになっちゃってあれなんですけど、本来は、この WR250 でどこまでも行ってみようみたいな、そんな話でね始めようかなと思ってたんですけどね。このまあ WR なんですけどね、今後ちょっとどういったことをやりたいかってとこなんですけど、まずね林道行きたいっすね、これで奥多摩の方からちょっと攻めて、できればちょっと奥多摩ら辺でいろんな林道に行って、なんかこんな林道があるよみたいな林道パトロール的なことをやれたらなと思ってます。とりあえずジャージ類はね購入済みなんで、あとガード類ですね、膝肘すねですね、ちょっとそれで初心者林道体験みたいな感じで、ようやくなんですよね。結構ね 5,6 年前からずっと林道行きたいなって思ってたんですけど、今の仕事を始めてもう、全く時間がなくて、家庭家族なんのこともそうなんですけど、でもね時間はちょっともう無理やりにでも作らないと何もできないんで、かなり無理やりですけどね、仕事をやりつつこうやって仕事の移動中に撮影してみたりとか、いや早く林道行きたいっすね。ちょっとね寒くなる前に一度行っておきたいんですよね。でもぼっちライダーなんでね、言っても僕は仲間がいないんですよ他に。行くはね、なんかこうなんかの縁で知り合いができて、こう2人でとかね複数で林道行ったらすごい楽しいんでしょうけど、林道は一人で行くとね帰ってこれなくなったりとか、そういう奥地まではちょっとさすがに行けないんで一人だと、完全ライトな感じの林道探索みたいな形になりますけどね。でも早く行きたいな。そうで、このバイク WR250R なんですけど、やっぱりね納車して、今どれくらいだろう、7月だから8、9、10、丸々ってことは3ヶ月間乗って、ようやく1000キロぐらい走ったんですけど、本当にいいバイクですねこれ。高いだけあります。250cc にしては結構いい値段がするんですけど、でもそれでもね、今にこの前 YSP ちょっと見に行った時に、ドラッグストアの250も確か60万ぐらいするし、諸費用入れたら多分、70万ぐらいいっちゃうんじゃないかな。あとツーリングセローなんかもね結構いい値段してましたしね、プラス10万とか20万弱ぐらいの値段だったんですけど、その価値はね絶対ありますね WR は。まずね今 KDX の125のツースト、それ20年前のバイクと比べるのも本当なんですけど、でもこのね WR ももう出て10年ぐらい経ちますもんね。
うん、そこからほとんどモデルチェンジもしてないで、ね、ここまで来て、まあ、販売終了になっちゃいましたけど、まあ未だにこれを超えるようなオフロードのバイクはないんじゃないでしょうか。市販のね、レーサーとかじゃなくて街乗りができる普通のモトクロスターというか、うん、オフロード車、トレイル車っていうんですかね。ブレーキがね全然違うんですよ。やっぱりブレーキ一つ取ってもグーって握るとフロントブレーキなんか特にそうなんですけどね、本当にじわじわじわってこう自分がどれだけこう制動力が欲しいかみたいなのが本当ミリ単位っていうのかな、細かく力の加減ができるんで、なんかその辺はやっぱ操ってて上質だなっていうのは思いますね。まあ、あとはなんといってもフレームですか。パイプフレームじゃないんで、もうがっちり剛性、まあ、剛性が高いっていうことはまあ、こういう、ね、メインのフレームなんかもがっちりですよ。剛性が高いっていうのはね、そうやっぱりそれは分かりやすいんですけど、アクセル開けた時とかブレーキかけた時とかにフレームがたわんだりとかして吸収されないで、ちゃんとこう出した力に対して、うん、路面にちゃんと伝えてくれるっていうのを仕事をしてくれるフレームが、まあ、ものすごい分かりやすい感じですね、このバイクは。いくらね、安いバイク買って何十万かけてもフレームは変えられないですからね。まあ補強とかはできますけど、これはいいよなって、本当に買っていいよかったなって思ってます。であとパワーはもちろん2班ですけど30馬力以上出てるんで、あとこの回転数がね、一番回転ぐらい上がるんで、もうこれノーマルですけどね、音がレーサーみたいでね面白いですよ、本当回してても。で一応これやったカスタムっていうのがこのハンドルですね。レンサルのファットバーつけたツインウォールっていう、ハンドルつけたんですけど、これでさらにちょっと剛性感が高まったというか、ハンドル周りの剛性感が高まってる。であと SP タダオのパワーボックスですね、液パイのところに交換するやつなんですけど、これもね低速低回転からもうなんかこうトルクがちょっと上がった感じがして、結構変えた瞬間実感はできましたね。このパーツは結構ネットでもね評判いいんですけど、これは言うだけのことはあるなっていうパーツでした。まああとはね ETC つけたりとか、電源取ってみたりとか、ETC はちょっとお店に頼みましたけど、他は自分でカチャカチャとやりながらやったんで、パーツ代しかまだかかってないっていう感じですけどね。いやーなんかね、そのストリートトリプル乗ってサスの良さっていうのを感じることができて、今まで無意識にこの WR も足回りに関しては乗ってたんですけど、そのブレーキとサスペンションの感じっていうのもね、それからちょっと意識するようにしたら、それもやっぱりねいいバイクだなーって、まあプラシボ効果でなんだって言われたらそれまでなんですけど、確かにいいバイクだと思いますよこれは。東京の道ね狭いんですけど、こういうところの道は広いですからね、空いてると本当気持ちいいですね。こう
景色的にもね結構上に高速高架下下走れたりとか、見栄えのする高層ビルがあったりとかね、面白いですよね。なんだ、警察がいっぱいいるぞ。音いいよな。短気筒のくせにこれ本当よく回るよな、このバイク。すごい、ヤマハの短気筒。昭和通り、ここも上下のね道が空いてると気持ちいいんですけど、どうですかね。入れるかな。そういえばプレステ4のグランツーリスモスポーツ、これね一応発売日には買ったんですけどね、ちまちまと夜空いた時間に編集が行き詰まった時とかに起動してやってるんですけど、すごいですよねあれ。本当にやった人わかると思うんですけど、めちゃくちゃリアルで、首都高がね再現されてるんですよ。首都高バトルがねできるんですよ。あれはすごいよな。でこの前ね VR をちょっとやる機会があって、ちょっと起動してみたんですけど、その首都高はね面白かったです。もうほんとね首を向けるとコクピットが再現されてて、でライバルカーも1台走るんですけどね、もうほんとすぐそこにいるような感じがして、初体験だったんですけど VR すごいですね。あれ進化したらもうほんとなんかテレビいらなくなるっていうか、すごかったな。でねそのコースを変えて、まあこれはいいっていうことでね、ワインディングの多いコースに変えたんですよ。そしたらもうね1周目で酔っちゃって、ランボルギーニに乗ってね走ったんですけど、ランボルギーニの裏缶乗って走ったんですけどね、いやーでもね本当裏缶がねちゃんと再現されてて本当に運転してるみたいなんですよ。あれ本当すごいっすね。ただ酔いました、もう速攻で、うわ気持ち悪いっつって3周走ったんですけど、もうそれでおしまいでしたねその日。ああもうゲーム見たくないっていう感じになって、もうグランツー見たくねえみたいな感じになって、もうほんと吐きそうになってやめました。もともとまあ三半規管僕弱い方で、一回ねロードスターの横乗せてもらったことがあるんですよ、奥多摩の夜、もうずいぶん前なんですけど、イニシャル T が流行ってた頃、一回行ってもうフラフラになっちゃいましたもんね。奥多摩から帰ってくるの大変でしたもんあの日、まあ、車酔いが激しいあれなんですけど、バイクは好きです。不思議とねバイクは全然酔わないですね。なんででしょうね。まあ峠道続くとねちょっと気持ち悪くなったりするんですけどね、やっぱり、このアーマーガードつけましたね。ジータのアーマーガード、
これねなんか気に入っちゃって、前のオフロードからハンドルガードというともう大体これ使ってますね。アーマーガード、まあ林道行くときは多分これ必須ですよね。絶対枝がぶっ刺さったりとかすると思うんで、うん、これはいいパーツです。デザインもねそれっぽくなるし、秋葉原です、うん、いや秋葉原みたいなところはね仕事じゃない時にゆっくり来たいですよね。うん、一日入れるからな本当に秋葉は。よいしょ、はいはい、いやでもね本当天気いいっすね今日は。寒くもなく暑くもなく、バイク乗るにはもう最高最高の気温です。仕事じゃなければね、うん、奥多摩あたりにビュンと行ってさーっと走ってねトーンって帰ってきて、うーん、いい日になるんですけど、まあ仕事もしないとバイクも買えません、バイクも維持できませんので。よいしこの辺を入ってかっぱ橋、鍋やらね包丁やら売ってますよ。面白い街ですよ。正面に見えるのはスカイツリーですね。でかいよな本当に、本当にでかい。今結構ね近くに見えるんですけど、あれ結構遠いんですよ。まだ行けども行けどもね、あの近くに行けないっていうね、あまりに大きすぎて目が錯覚を起こしちゃってるんですよね。これ結構すぐそこにありそうな感じなんですけど、気持ちいい、うん、気持ちいいです。この都会の中をね風を切って走るっていうのは本当気持ちいいっすね。六本木ヒルズが見えますね。森タワー